こんにちは、キノジーです。今日のドライブ動画は近所の山へ繰り出してみました。ピレリドラゴンスポーツでワインディングがどんなものかというのを、ちょっと試してみました。福岡市早良区と佐賀の境にある峠、道瀬峠というところを通ってダムの駅富士尺投げの里というところへ乗っています。これから、白糸の滝といいまして、糸島市の人気スポットである滝をちょっと見に行こうと思います。ピレリのドラゴンスポーツは、まあ、市街地とか山道をですね、法定速度で安全に走ってる限り、特に、これといった不具合はないようです。それでは糸島の裏道の方を通って、49号線ですね、また山を下りながら福岡方面へ帰りたいと思います。次回はもう少し攻める、走りといいますか、雨の日とか都市高速とか高速道路をですね試してみたいんですけれども、まあ何しろ今日は特に隣に妻も乗っており、日頃にも増して安全運転ということで、あまり刺激的な動画は撮れませんでした。どうもすいませんでした。最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。
それではまた。